平保族の母親と子供。ちなみに、西洋人によるデッサンのため、西洋人の顔立ちのように描かれ、実際の顔立ちと少し開きがある。平保族は、平地に住む民族のことで、新朝以前からもともと台湾にいた台湾、原住民の民族を指す総称である。新朝の統治下には、平保茂、熟版などの別称が用いられていた。産地に住む、 原住民である鉱山族と区別されるが、これは居住地域から便宜的に用いられるものであり、正確な民族系統を反映したものとは言えない。もともとは台湾の平野部全域に居住していた。しかし、秋夜以降、特にオランダが肝心を労働力として移入させてから肝心との通婚や勘化が進んだ。特に新朝は政策として勘化を推し進めた。 そのため、徐々に平ら保族を名乗る者は減少していった。日本統治時代に平ら保族についての研究が始められたが、すでに大多数は肝心化していた。第二次世界大戦後、中国国民党が台湾を支配した後は、再び、艦化政策が行われ、エスニックグループとしての意識が希薄化し、また政府も原住民として認定しなかった。台湾の原住民研究は、 国民党の時代は禁じられており、初めての台湾人総統、李島期の時代になって、ようやく解放された。民主化後、エスニックグループに関する研究が盛んになると、社会や学会などの注目を集めるようになった。現在、サオ族とクバラン族のみが、政府から原住民族としての認定を受けている。その他にもケタガラン族など、認定を受けていないグループが多い。 1897年撮影の写真。台北方面の金津医者という集落の平ら保属。かやぶき屋根と日干しレンガを使った鑑式住居に住んでいる。ありがとうございます。